もしも武豊が競馬に関わってなかったら、に対する視聴者の反応集。ここだけ武豊が競馬界隈と関わっていなかった世界線。本来の歴史と違ってキーファーズが誕生してなさそう。この人いないだけで悪影響がすごそうだな。競馬衰退してる可能性すらある。そもそも日本競馬やばいと思うよ。あかん競馬界が死ぬ。パッと思いつくのでもグリラストランが安城武豊じゃないと有馬出走せずに引退する予定だったことを考えると損失がでかすぎる。雄一もサッカーやってただろうな。福永はサッカーやってるし、小栗のラストラン見て騎手を志した雄二も騎手にならないな。雄一が社会の先生になってる。雄一も騎手にならないので川田も早い段階で騎手辞めてる。ルメールもタッケがいないと通年取ったかどうか。納豆は普通に来るだろうけど。納豆も納豆でネオユニのダービーで脳を焼かれない可能性が。ステゴが香港バーズ取れない可能性があるのでステマ配合たちがいるかわからない。そもそもドバイシーマ取れるか。クリークとマックイーンはどうなる？クリークに武豊が乗るなら塗装水が出走辞退したマイネル・フリッセが予定通り菊花賞出走。引退まで安城だった武豊がいないことでクリークが小馬でも花開くことなく引退した可能性高そう。池添も競馬学校入ってないかもしれないし、そうすると池添パパも調教師になってないかもしれないし、弟子の松山もここまでのジョッキーになってないかもしれない。豊が芸能界と関わらなかった世界でも十分ヤバいと思う。ディープインパクトがダービー菊花の二冠馬になる可能性がある。もしかして武豊は主人公なんじゃ。ラストランがなくてもオグリフィーバーは起きているからあの時点では競馬人気はある。その後ブライアンで一時的に回復するけど2000年代の落ち込みから帰ってくるのは多分無理な気がする。地方は今以上に消えてるかもね。第二次競馬ブームはオグリだけじゃなくて、新人ジョッキー武豊くん、18、の影響もあったので。地方から叩き上げオグリと若き天才騎手のライバル関係の厚さよ。どっちも追っかけギャルが出て競馬場に黄色い歓声を響かせた。2000年代の起爆剤であるディープやうららにも豊かの影響が色濃いし、10年代の起爆剤の一つの絆も豊かだし、オグリがいないと火がつかない的な意味でヤバいけど、豊かがいないと薪がくべれない的にヤバい。そのルートだと割とマジで宮内庁管轄の比べ馬としては自分家の保護をできるよう法整備している。てのが今、てのがあり得るかもしれない。その他のギャンブルもなんだ生き残ってるから生き残ってる説はあるけど、地方は衰退してるだろうし、リーマン、震災、コロナみたいな社会的危機でヤバいヤバいって常に言ってる世界ではあると思う。ディープインパクト、タッケがいない。オルフェイブル、池添がいない。コントレイル、雄一がいない。ブライアン以降の三冠馬消滅する？武豊いなくてもエリザベス女王いなくてもディープインパクトがいなくなる。もしかしてプイは儚い存在なのでは。武豊って得意点みたいなものなんじゃ。得意点と言い切っても差し支えないと思うよ。日本競馬を変えたのは武豊とサンデーサイレンスだと思う。と言っても歴史の修正力みたいなもので武豊ではないけれど、同等のスタージョッキーが生まれてきたりの可能性もあるだろうから、競馬の衰退まで話が行くと違うと思うな。イギリスも女王なき後を受け所有の馬売ったりしてるから、マジで武豊がいなくなった後の日本ってどうなるの？正直もう文化としてしっかり根付いたから馬主不足とかの不安要素はあれど、武豊がいなくなってももう大丈夫にはなってるよ。降格とドラえもんみたいだな。実際問題、イチロー、大谷や羽生、藤井と比べると豊かには明確な後継っぽい人材はいないよな。昭和の武豊、平成の武豊、令和の武豊で三代目やぞ。福永さんも藤岡兄との対談で、豊さん以来次が出てきてないけどスタージョッキーは必要、みたいな話してたな。まあぶっちゃけ難しいよね。将棋でハブみたいなのはもう出る前と思ってたら可能性出てきたからな。案外なんとかなるのかもしれん。腕があってメディアに露出がうまくやれる人で一般受けもして、となると求められる才能や技量が多方面にわたるからね。戦績だけなら並ぶものが現れるかもしれんが、こういうメディア対応まで含めて競馬の権限になれるような存在は二度と出てこないと思う。戦績だけでもだいぶ怪しいぞ。馬主も減るだろうね。まあ馬主スターターキットを用意する妖怪、お前も馬主にならないかおじさんだからな。武豊は馬主の新規開拓もきちんとする優秀な営業マンでもある。
この人がいなければ日本競馬は全然違っていただろう。騎乗以外活動の貢献範囲でかすぎんだよな。競馬を知らない人でも武豊の名前は知っている。それが武豊の凄さの証明。平成の競馬史は半分くらい武豊の自伝。本当に半分か？ 70% ぐらい言ってない？武豊がいなかった場合をまとめようとしたけど、武豊騎乗や PR の直接的効果、武豊に影響された騎手やら関係者が生まれなかった間接的効果を考えたらとてもまとめられん。戦績地味におかしい。派手におかしいだろ。なんで2900勝の次が4400勝なんですか？と派手におかしいから。しっかりいたせ。日本のジョッキーといえば武豊。これを何十年も続けるのは普通に超すごい。3区もいないしな。え、じゃあこの武士は一体誰の？ノリさんだよ。ハブさんの後継者にはやっと藤井くんが出てきたが、豊にはまだ出たとは言えないな。武士はあと10年今の成績を維持してもらって。19で G1 トルキスとか今出てきたら JRA が脳焼かれるよね。もう焼かれ切ったせいで感覚麻痺してるぞ JRA。いろいろあったおかげで出れたとはいえ、新人の騎手が菊花賞に出れるかもわからない馬に可能性をかけて、見事に勝っちゃう時点で十分ドラマ性あるよね。キーファーズとかいうファン集団が爆誕するくらいにはカリスマ性がある。武豊、最近調子悪いな。いっぱい馬回してあげなきゃ、武豊を助けられるのは俺だけなんだ。そう思ってるのが馬主に何人もいる事実。キーファーズ、ウォー、事務設立、高額馬購入、旧車は武豊に選ばせる、朝日杯勝たせる、ダービー勝った無法、これは凱旋門ですわ。事務設立ほんと草。優遇したらその分結果で返してくれるから、そら脳みそ焼かれるよね。朝日杯のお返しをダービーで返してくれるのはさすがにありすぎよ。転換点をもたらすスマート感もいるぜ。ガチのスランプ状態の時期だったのを絆と一緒に支えたからね、ファルコ。4400勝のためにスマートと名称とキーファーズが小倉に勝てそうな馬集めてたからな。スマート感、記念はいただいたぜ。武豊の暗黒期を支えたスマート感が4400勝を飾るのいい話っすよね、ほんと。G1 級勝ってるけど暗黒期ってなんだろうか。暗黒期、当社費、だから。この人にとっての暗黒期にまでたどり着くジョッキーが少ないことを思うと怖い。ノースヒルズ、暗黒期にダービー取らせた。スマート、暗黒期に G1 勝たせまくった。あと4400勝取らせた。名称、こっちも4000勝取らせた。キーファーズ、専用ジム作った。あと朝日杯とダービー取らせた。全国1位のホストみたいに見継がれてるな。ディープインパクトもそうだそうだと言っています。武豊の暗黒期に自分の子供で G1 何個か勝たせた男来たな。G1100 勝目はお前のこの当選ラーだし。